はい、どうもりです。やっぱりね、夏休み挑戦状めちゃくちゃ来ますわ。いや、ほんとね、嘘かと思うんですけど、Twitter の ID とか、もう僕メールアドレスも載せてるんですけども、メアドにも来るんですよ。しかも仕事用のメールアドレスなのに、まあ、来るんですよね、タイマンの挑戦状が。で、みんなと戦うほど時間ないんですよ、YouTuber は。まあ、自分は結構暇だから時間あるんですけど。それで、僕は考えました。挑戦状を送ってきた者同士で戦わせればいいんじゃないかと思ったのです。まあ、そういうことで、挑戦状を送ってきた者同士戦わせます。もちろん、戦ってる本人は、まあ、このうなチャンネルと戦ってる風にしか多分思わないかな。で、その試合を、まあ、見たいがために観戦を、まあ、今回審判をつけてやりますという嘘をついて、この審判ですっていうアカウントでログインしました。で、今ね、比べ立ててる状態なんですけども、全然来ねえな。あとね、うなぎと戦ってるようにするために、ちょっと工夫して、お互いの挑戦者の名前、二人ともうなぎにさせました。ということで今回は挑戦者同士戦わせたいと思います。ちなみに審判は俺が観戦でちゃんと見ると。二人の試合を見ていきましょう。で、審判を観戦にして、これマジでお互い違う うなぎ二人並んでてくささあ、マッチングしました。ガチタイマー。あれ？両方男の子じゃん。え、俺のキャラクター女の子なんだけど。審判どうしよう。審判この画面で見てるか。さあ、お見合い状態が続いております。ピンクが、ピンクやられてしまった。めっちゃ煽ってる。めっちゃ煽ってる。だって俺こんな煽んないんだけど。ねえ。こんな煽んないんだけど俺。めっちゃ煽ってる。めっちゃ煽ってるじゃん。ピンクの子からしたら俺めちゃくちゃ煽る人みたいだよ。おい、やめてくれよ、頼むから。ちょっと絶対怒ってるじゃん、ピンクの子。ピンクのうなぎ絶対怒ってるよ。ピンクのうなぎ頑張れ。応援しよっか。ピンクのうなぎ画面見ていきましょう。ピンクのうなぎまずい。やばい、アンチが、またアンチが増える。やべえ。黄色ちょっと手加減しろお前。もうめちゃくちゃ煽ってるやん。ピンクのうなぎ頑張れ。ピンクのうなぎボムを貯めて、おっと取られた。おお、勝った。お前も煽るんかーい。煽り返してやがる。やばいな、この試合。先に始めたの黄色だけどな。さあ、タイマン続いております。黄色がちょっと有利になるか。おお、相打ち。代わりに俺が煽っとくか。これ画面酔いそうだな。審判何すればいいの？ずっとこの視点見てればいいのかな？来ましたね。さあ、どっち勝つかな。おー、ピンクかかって。やっぱり煽るんか。嫌なやつだな、俺。うなぎ嫌なやつだな。もう何してもいいって言ってますからね。煽りでもなんでも。でもちゃんとスーパー着地で帰るとか偉いですよね。お、コンテナに追い詰めたのはピンク。さあ、黄色が。やられてしまう。ピンクの逆襲来たか、これ。さあ、ピンク戻ってきました。おっと、また追い詰めたぞ、ピンク。これは黄色が勝っていく。煽っていく。なんかリスの方まで行ってね。ド旋風かましてるんだけど。うわぁ、しかしやられてしまう。もうスーパージャンプすらしなくなったわ。
やーば。またアンチ増えるよ、二人。これ、後でちょっとネタバラシしないとまずいことになる。さあ、頑張れ、うなぎ。ピンクのうなぎも、黄色いうなぎも頑張ってくれ。さあ、黄色チーム。あーまあ、もう使ってる。あーまあ、ダメなら、あーまあ、使いだった。もう、まあまあ、でも、なんでもいいもんな。さあ、こっから。こっからひどくなりそう。これ以上ひどくなることあるのか。ひでえわ。ボム投げて、黄色が勝つ。そして黄色、リス地に向かう。インクアーマーも貯めてそうじゃないこれ。来ましたね、ピンクチームの。ボム投げて、近づいて、リスキルできるのか、黄色。アーマー吐いて、相手下がったとこ詰めた。倒した。うわー、来た。リスキルマン来た。しかもね、これ初期ギアですね。ランク3の子かな？若葉シューターしか持ってないんだろうな。黄色いうなぎが、潜伏をかますが、やられてしまう。ねえ、もう。これどうやったら止まるんだろう、この二人。あ、もう残り10秒だ。最後の戦い。最後の戦い、詰めた。どうなる？黄色のうなぎが倒していく。さあ、これどっち勝ったか？ああ、いい勝負だ。黄色いうなぎの勝ち。また一緒に写真撮ります。で、ネタバラシしたら、なるほどってなってた。写真撮ろう。やっと気づいたか、俺が。審判が俺だったってことを、やっと気づいたな、お前たち。二人で煽りやがって、ほんとに。びっくりしたわ。好きだね、煽るの。じゃ、ここ、この三箇所とか。この三箇所とかでいいんじゃない？俺下で。これ記念写真撮れてんのかな？右の人頭なんかくねくねしてる取れたかね。おおこれ前もあったこういうこと。2対1やん2対1やん。行くか。うら。あとちょっと。勝負だ。結局勝負かよ、マジかよ。戦わなきゃいけないのかよ。もう戻ることすらしない。アーマーも使うから。やべやべやべ。おげげイエーイ。お、どうした？物を投げてどうした？来るかな？来たな、アーマー。あ、アーマーがまだ。これちょっとアーマー嫌ですね。アーマー壊して。オッケーオッケー、二人目来るよ。アーマー来た！ほっ！危ねえ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 。あ、また来たまた来た。これ一緒に来られなくてよかったな。おい。うわ、やべえ、危ねえ。